はい、どうもこんにちは、かまへんです。今回の動画なんですけど、こちら見てください。じゃじゃーん、ダーツビート。はい、こちらのダーツビートをですね、実際にこう僕初体験なので投げさせていただこうかなという、かまへんダーツビート投げてみた動画です。はい、家庭用でもあり、業務用でもありっていうね、ツイッターでもちょっと話題になったんですけど、そのねダーツビートが、実際僕のこの目の前にあるので、実際にねこう投げてこんな感じだよっていうのも気になってる方多分いらっしゃると思いますので、どんな感じなのかなっていうのを僕が紹介できればなと思います。それではよろしくお願いします。メニュー画面はですねこんな感じになってます。はい、01クリケット、ビートマッチ、プラクティス、マッチ、トーナメント、オンラインマッチみたいなね、この7項目があります。見えますかね、見えます？ちょっと一応ね、チラッと見せますね。こんな感じです、こんな感じ。はい、で、ダーツビートの盤面がこんな感じになってますね。こうちょっと見たら、これでこんな感じですね。はーい、こういう風になってます。すごいんですよ、全部タッチパネルになってます、ここは。はい、で実際にね、ちょっといろんなゲームをやっていこうかなと思うんですけど、01は多分従来通りというか、305070709011101515っていう感じですね。で、戻るボタンを押してみるとまたメニューに戻ります。こんな感じでね、多分気になるのはプラクティスとビートマッチなの、ビートマッチって、ビートマッチっていうのはですね、これ1ラウンドごとの勝負になりますね。1ラウンドごとに決着、1ラウンドごとに勝負が決まります。より多くのラウンドで勝利したプレイヤーが勝者となりますって書いてますね。2人プレイって感じですね。ちょっと相手がいないので僕が1人2役やります。ゲームはこんな感じになります。かっこいい、かっこいい。実際に投げていきたいと思います。これ下はカメラみたいにカメラになってるんですよ。なので自分のフォームがダーツライブ3みたいな感じで見れますね。いきます。初投げ、あ、9ラウンドあります全部で。ビートマッチ、すごいですね、ロートハッと出してる。で、チェンジの時はダーツを抜いてチェンジボタンをタッチ、これでチェンジですね。こんな感じになってます。60点だったのでプレイヤー1勝ち。なるほどなるほど。ちょっとどんどんやっていきます。あ、1ラウンドごとなので、それで1、さっき116点勝ちだったから1ポイントみたいな感じになってます。刺さった感じそんなうるさくはないですね。すごいうるさいかと言われると全然うるさくはない。ちょっと点数同点にしてみますね。点数同じに、42、ジュニアントリプル、よし、あ、両方にこうやってポイントが入りますね。ファイナルラウンドです。ファイナルラウンド、引き分けならどうなんだ。
そういった時点で負け確定でるろ。サドンデス、あ、サドンデスになりました。これ多分勝負が決まるまでやるんですね、サドンデスって。へえ。泣きの10ラウンド目が始まりました。もう負け確定ってやつ。もうプレイヤー2逆転勝利でございます。かまへんの勝ちでございます。面白い。いいっすね、ビートマッチ。はい、というわけでね、一応ゲーム紹介をしていきたいと思います。プラクティスね、プラクティスは、カウントアップ、ハーフヒット、スペースジャンプっていうのは、まあ、パーティーゲームみたいな感じですね。パーティーゲームがあります。で、あと、イージークリケット、ちょっとこれなんだろう、やってみますと、ブルーシュート、ブル狙うやつですね、っていうのがあります。スペースジャンプね、ちょっと僕もやってみたんですけど、ちょっと分からなかったので、これはね、実際に遊んでいただければなと思います。プラクティスね。で、オンライン、家庭用ボードでもあり、業務用なんですけど、ダーツビートね、オンラインができます。と、あとトーナメント、多分ハウストーナメントみたいなのができるってことですね。32組ロビントーナメントっていうのができます。すごい。で、あと普通のメドレーがあったりとか、こんな感じでね、7つの項目があります。イージークリケットだけちょっとまた気になるんでやってみます。お一人でできる。ゲームスタート、さっきね、1ラウンドごとのやつやったので、最後これやって終わりかな、一応。あ、なるほど。あ、すごい、練習にかも。これ20から18の間狙ってくださいみたいな感じですね。へえ。12入りました。え、マジで？はい、さすがに間狙いました、ね。びっくり。次は7から、なるほど、15から6の間。なるほどね。次は5か18、下手っぴなの許してください。次は17から19。お、いける。なんか3マスずつとか2マスずつとかっていって、クリケットナンバーをこう大きく枠決めされてるというか、それで練習できるっていう、ちょっと初心者モード的なやつですね。はい、もう結構おもろい。あとは何でしょうね、アワードですね。アワード、ロートンとハトトリックは見せたので、あとはトンパチ、ホワイトホース、ベッド。いっちゃってる。トンパチ、ホワイトホース、ベッド、ブラックのちょっとアワードだけ見て終わりにしたいなと思います。ちょっと出るまではちょっとできないので、
アワードのね、パンパンパンと押してアワードね、見たいなと思います。ポンポンポンって、ね、いつ出るかわからんから、それではトンパチのアワードをお見せします。投げるんじゃないのかいって、ね、トリプルライン、お、ニジトリ、ネス、いきます、わだだだレイディーって感じですね。ほう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 、続きまして、続きましてホワイトホースを見せてあげます。お、ジャジャリ入りました、ナイス。お、ジロクトリ入りました、ナイス。お、きた、うわー、かっこいい、ホワイトホースって、ラスト、スリーインザブラック、あ、待って待って、全部開けちゃったからブラック見せれん。はい、ちょっと最後は01で、あ、ブラックとあとハイトーン見せてないね。あ、いいっすね。じゃあ301でブラックハイトーンで出そうかなと思います。はい、出し方教えちゃる、いきます、ブラックハイトーンです、いきますよ、ダブルブル、ダブルブル、ポン、ブルーズライ、ブルーズライって出ますね、スリーズブラック、次はハイトンで終わりにします、ブル、ブル、決まるのか、でいっ、ハイトン、おー、こんな感じですね。